これだけうまく即興ができますよというふうに誇示する姿勢は、即興がはらむ問題性なり可能性を理解していないことになります。ランシェル的な即興概念は、即興のうまいやり方を考えるところから、パフォーマーの関心をいかに他人を即興に巻き込むかというところへ移動させるはずです。うまい即興という観念を逆転させて、うまいと感じることのできる何かを作るためには、即興から始めなければならないと主張している。即興から生まれたものしか芸術ではないとさえ示唆している。これも芸術という一つの観念をめぐる争いでしょう。丹念に設計されたものが作品であるのか、その場で瞬間に生まれたものが作品であるのか、もちろん正解などあるわけはないのですけれども、これが争いになることによって、うまさや美しさも更新されていくはずです。つまり、この争いから革命的な何かが始まる。正解がなくとも、問いを争いにするためには、即興はそれ自体としてうまくある前に、他人を即興に巻き込む作業でなければならない。まあ、これはソロで行われる即興を排除しているように聞こえるかもしれませんけれども、そんなことはないはずです。即興パフォーマーにとっての第一の他人は自分自身であるはずであるからです。そもそも自分の感覚や身体でさえ私のコントロールか統制下にはないから、人は訓練というものをするわけですし、ランシェル的な即興概念がソロパフォーマーに教えることがあるとすれば、そういう他者としての私を即興に巻き込めということでしょう。即興に巻き込めるほど、私なるものから切り離した他人として私を扱えということでしょう。いかに私を他人に明け渡すか、それは現実に他人がいてもいなくても同じように即興パフォーマーに課される課題のあるはず、課題であるんです。しかし、とにかく即興はランシエルにとって方法になるわけですから、即興の方法という問題はそこからは消え去ります。そこではもはや即興を始めるのも持続させるのも即興だけだという以上のことは言えないし、言う必要もない。即興を始めるには即興の普遍性を信じるだけで十分であり、それを信じれば即興を始めるしかない。そして即興が普遍知性の始まりであり、確認であり、それは終えてはいけない始まりだということになる。終えた時には支配従属の関係が始まってしまうのですから、普遍知性が否定されるわけですから。結論的に申し上げますと、いかにして始めるかという問題と、いかにして始まったものを持続されるかという問題は決して統合されることがない。ドゥルーズ語り的な立場からすれば、出来事としての即興は常に既に始まっている。そこでは始めるという問題が消えている。ランシエル的な立場からすれば、即興は絶えず始めるしかないものである。いくら持続してもそれは始まりが持続しているのであって、終えた途端に別のよからん何かが始まってしまう。けれども、なぜ統合されないかといえば、そもそも即興がというか、この革命的な時間が過去と現在と未来の非統合であるからではないでしょうか。始まりとその次という順序こそ、出来事の時間は否定していたからではないでしょうか。考えるべきことがもしあるとすれば、